轮船沿着南极半岛继续向南方航行，气温有3度，风很小，是潜水的绝好天气。うわすげえ綺麗。这一天金城武终于找到了他所期待的潜水点。这座冰山插入20米深的海水中，也就是说，这些大冰块相当于6层楼房的高度。10年後は仕事があれば仕事をやってるんじゃないんですかね、はい、何をやりたい、別に何をやりたいんだろう、映画の話とか今やってる仕事、映画の話っていうのは自分がやりたいからできるわけじゃなくて、人がオファー来ないとできないから、オファーがあればやり続けていると思う、はい、いい話があって、いいオファーがあれば多分やり続けてると思うし、ないなら別のことやってるかもしれないし。行け行けよ。我绝对不是一个贪小便宜的人，我只是觉得非常的浪费嘛，房租都已经交了，为什么不做生意呢？谁说凌晨3点没有人会来买猪肉？哎，我昨天就来买了，对不对？做生意嘛，本来就应该去照顾到每一个客人的需要嘛。佛祖说过，我不下地狱，谁下地狱呢？做老板本来就应该要有爱心、关怀、忍耐，得失心不要太重。我很清楚，天下没有白吃的午餐，所以我每天晚上都做得很勤劳，做得很晚。虽然钱不是赚很多，可是我过得很快乐。あんまり計画考えるけど立てない人なんですよ。思ったらガーってやっちゃう方だから、こうやってステップステップのその計画を立てていると、歩んでるうちに堕落なっちゃうんですよね。うわ、うざって次これかとか。それより、いや今これやりたいからこれをやるってなっちゃうんですよ。もうやめたいと思う時はいっぱいありますよ。
というか嫌になったとかじゃなくて、もっと他のことを勉強したい、勉強したいとやってられなくなっちゃうんですよね、時間がやっぱりないから。例えばスペイン語をマスターしたい、もちろん例えば台北に行って香港に行って東京にいてもマスターできないことないけど、一つのことやるときはガーってやっちゃうから、それじゃないことがうざったくなっちゃうんですよ。だからそれじゃできないから、何かをしたいときはこれやめないとなと思っちゃうんです。スペイン語勉強したいが、じゃあ英語やめないとなとか新宿で働いてる女じゃないな、俺のこと一体誰から聞いた？ウーフーチュンよ。私名古屋から来たの。フーチュンの女なの。どうしたの？ヤスは今どこにいる？知らない知らない。お前あいつの女なんだろ？なんで知らないんだよ。私があなたに売ろうとしているものが何なのか知りたくない？話をそらすなよ。ウーフーチュン。何？私が売ろうとしているのはウーフーチュンよ。天生的害羞和时常冒出来的吸引的念头并没有让金城武的脚步停滞不前。1998年，他在日本电影《不夜城》中扮演了一个混迹于黑社会的中日混血儿，在两种文化边缘徘徊的游离感被他演绎得淋漓尽致。父亲回来，个白痴，没事在名古屋就好，干嘛回来啊？谁看到的？袁警官手下，亲眼看到。你男人的手下谁呀？孙淳。怎么办呢？袁钱贵一定逼你把父亲叫出来的。大姐，你们上海帮要搞事，我可以找其他借口啊，为什么一定要把我跟父亲算在一起呢？难道他杀十个人我要赔上十条命吗？此片一出，高大帅气的金城武立即红遍日本，一举成为亚洲影坛的巨星。但是即使是在人气达到巅峰的时候，他仍然刻意保持低调，除了工作之外很少露面。気がついたら50歳とか60歳とかになって、それでもいや私は俺は一番有名な俳優なんだよとかってなった時にどうなんだろうって思うんですよね。そのさっき言ったみたいに、じゃあ生きているっていうそのっていうことを実感したのかなって思っちゃうんですよ僕。それじゃなくて、これもこれはこれで、これは人間が社会の中に生きているための一つのアクションとして存在してるんだなと思うんですよ。でもそれじゃなくて、生きている楽しい嬉しい悲しいというのは生活あの人と人と触れ合うだけじゃなくて、それは文化によって違ってくるから、そうじゃなくて自然の流れで、その太陽が昇って落ちると同じように自然に呼吸している、そういう意味を勉強したい、自然のそういう美しいアクションをもっと見たいっていうのかな。ちょっとあまり言葉が出ないんですけど、多分そういう自然のアクションももっといろいろ見たい、実感したい、その感覚、その色でもいいし、その意味でもいいし。